少年同士の対決を迎えたここ東京ドームは今日も満員札止め。首位ジャイアンツにわずか 0.5 ゲーム差と追い上げムードの広島。しかし今日先発のドーム君のレインボースパークボールの前に三者連続三振であります。スイングバッターアウト。表幼い三振でワンアウトとなったところで、さあバッターボックスは注目のアンディ君。待ってました、天才アンディ、東方叩いて優勝だ。ピッチャーながらクリーンナップを打つアンディ選手、大リーグ時代の打率が5割4分、広島入りしてからも毎回ヒットで三振ゼロという、まさに超人的なマルチプレイヤーであります。果たしてドーム君のレインボースパークボールを打ち崩せるか。忘れちゃいないだろうな。男と男の、俺とお前、この勝負で勝った方がメロディちゃんのボーイフレンドになるってこと。分かった、僕が打てばいいんだ。そうはさせないぞ。勝負だ。 OK。お互いに闘志むき出しの感じでしたね。さあ今季の優勝を占う日米ライバル同士の対決であります。俺が愛するメロディーちゃんを苦労して招待したって、代わりにじっちゃんが来るなんて。おまけにノーマンのじっちゃん、俺よりアンディに注目してるみたい。なんだよ、怖い目しちゃって。そうか、やっぱやっぱり同じ国のアンディをひいきにしたいんだな。そうなると俺ってますます燃えちゃうんだよね。見てろ、アンディをキリキリ前させちまうからな。ノーノー、一球目からレインボースパークボールで勝負。覚醒アンディ。レインボースパークボールのメロディーラインとリズムを解明した。あとは実践の応用のみ。来い、ドン。打てるもんなら打ってみろ。やはりレインボースパークボール、真実の音色を聞き分けてみせる。音はないはずだ。しかし今日は何なんだ。緩やかなアダージオからややスピードを加えてアンダンテ、そして変化し始め、一挙にアレグリ。タイミングはしっかり把握した。メロディーのパターンも音楽理論に基づいて分析した。ドーム球場の気圧差は 0.3%、 空調装置による気温もほぼ一定。なぜ予想外の不協和音が聞こえるのか。おいアンディ、いつまでボケットしてんだよ。もう降参かい。野球は3ストライクまでだ。まだ2球ある。言ってくれちゃんか。俺算数は1だけど、そのくらいは分かんだよ。
おいドーム、妙な自慢せんとがっちり行け。メロディーちゃんどっかで見てるぜ。待ってるって。だけどメロディーちゃん一体どこ行ったんだ。テレビで見てるって話だろ。さあドーム君、いよいよ第2球。このままレインボースパークボールで押しまくるか。アンディ、お前は俺よりちょびっと頭良さそうな顔してっけど、考えたって打てっこないぜ。俺のレインボースパークボール。読めないのはあの不協和音の部分。おそらくこれがドームの個性だ。今度こそ見極める。アダージュ、アンダンテ、そして破局のアレフ、シャンとして、うっ、弱音学理論に当てはまらない。そんなバカな。ストライク2。またもや見逃し。ドーム君会長のピッチング。一方首をひねる広島ベンチ、どうやら鳴り物入りで迎えた大リーガーの天才少年アンディ君といえども、ドーム君のレインボースパークボールにはお手上げの感じであります。勝負は見えてきましたね、江川さん。元大リーガーといえどもこの魔球は初めてですからね。しかし油断は禁物ですよ。そうでした。どんな投手の球も3球目には必ず打ってしまうリズム打法のアンディ君ですから。おっと始まった。あと1球コールだ。上品ではないが、そのフェアプレーのスピリットは素晴らしい。メロディーが命を燃やすに値する男かもしれん。なんだメロディーちゃんのじいちゃん、俺に拍手したかと思ったらアンディにも力入れちゃってさ。まあ、いっか。メロディーちゃんは実力で俺がガルレンドしたくせる。さっきは確かにシャープした。そして不協和音に包まれた。だが真実のボールは一つ。確率は7分の1だ。かけるしかない。メロディーちゃん。
こら、言い寄されたドーム、正気に帰れ、こら。ドーム！あれ、お、ノガードさん、何やってんの？聞きたいのはこっちだぜ、ったく。ゲーム中だぞ、ドーム。しっかりしろ。あ、そうだっけ？おい、アンディ、俺の勝ちだ。例の約束忘れんなよ。まだ勝負は終わってないぞ。何？言い逃れは卑怯だぞ。野球は投げるだけじゃない。君が僕の球を打って初めて勝負が決まるんだ。どうだ、違うかい、ドーム君。よし、打ってやろうじゃないの、ガツンとな。オッケー、それまで降ろされないことを祈ってるよ。そっちこそ、肩冷やしたなんて言い訳は許さねえからな。ドーム、あと一人だ、気を引き締めていけ。おかい、明日しもで。どんな人間もリズムを持って生きている。だがドームのリズムは解明できない。あいつは宇宙人なのか。そうがっかりするな、アンディ。監督、かすったかに見えたが、次のチャンスがあるさ。肩を冷やすな。おい、みんな決まっていけ。おー、2回表も結局三者三振の広島。さあ、マウンド上はアンディ君です。ドーム君との対決で三球三振に打ち取られたアンディ君、その精神的ショックがピッチングにどう影響するでしょうか。いや、独特のゆったりとしたリズムは全く崩れていませんね。気持ちの切り替えがうまいんでしょう。はい、ここで迎えるバッターは原。メロディーボール、アレンジナンバー13、楽園。メロディーボール、アレンジナンバー7、天使のささやき。見事なコントロール、ピッチングに関しては全く乱れはありません。アンディ君ますます快調。メロディー投法といわれる独特の華麗なピッチングに巨人打線は沈黙。アンディの球なんてスピードは大したことないし、ヘロヘロ球じゃないか。俺がガツンと一発決めてやっからな。おっと、出番かな。首位攻防をかけた巨人広島の熱戦は、アンディ君そしてドーム君の日米天才少年の前に両軍ともヒットなしであります。ドーム君のレインボースパークボールの前に広島打線全く手が出ず、ここまでゼロ更新。緊迫ムードはドーム球場内に次第に高まってまいりました。ダメだよ、ピンチヒッターなんて。
監督、この回は俺に打席が回ってくるんだ。だからピンチヒッターを出す。それないですよ。3イニング無失点、小学生のお前のスタミナから言ってこれが限界だ。いやだから打つだけ。打つ？お前が？はい。投げるだけが野球の全てじゃないでしょ。打席に立って初めて一人前でしょ。おいドーム、無茶言うなよ。ドーム、これはプロの試合、しかも大事な首位攻防戦だぞ。わがままよせ。分かった。え？ドーム、お前の打席だ。思う存分打ってこい。だから重すぎ。縁のいいバットでガツンと引くからさ。サイクバッターだ。監督、投げるだけが野球じゃない。昨日までは逆立ちしても聞けなかった言葉だ。良きライバルのおかげですか。ここでラストバッターにドーム君登場。私たちもドーム君のバッティングをそろそろ見たかったところです。藤田監督の采配が裏目に出なければいいんですが。なんだあのスイング、リズムもなければ音楽性もゼロ。これがドームの個性だとしたら。さあ一段と盛り上がってまいりました。コミッションのこと明日。 OK。おいアンディ、自慢じゃないがバッティングは苦手だけど、メロディちゃんのためだ。石にかじりついてもカットバツで。この熱い命を燃え立たせてくれるライバルドーム、今はともかく打てなかったお返しを 100% させてもらう。メロディーボール、アレンジナンバー7、天使のささやき。低めいっぱいに入ってる。いや、そうじゃなくて、なんだかさ、何なのかな。どう、君が日本の魔球なら、こっちはアメリカのミラクルボール。この音楽がお前の闘志を奪う。いくぞ。メロディーボール、アレンジナンバー5、悪魔の行進。あの変な音ボールから聞こえんだよな、うん、いよいよ第3球ドーム、勝負だ。メロディーボール、アレンジナンバー11、白鳥の舞。眠れドーム。ど真ん中、ボールだった。なのにドームは闘志を失わずに打ちに来た。なぜ、なぜなんだ。アンディ、ようやくカッカと燃えてきたぜ。この勝負必ずいただくからな。